皆さん、こんばんは。音声大丈夫でしょうか？はい。カタカナの発音ありがとうございます。はい。コッシュさん、ミッキーさん、よろしくお願いいたします。はい。本日、令和5年1月12日木曜日のボギー大佐の言いたい放題なんですけれども、本日ちょっと申し訳ありません。大佐ちょっと休養ということで、急遽私、中佐の言いたい放題でお送りさせていただきます。ではね、ちょっと行きましょうかね。どうしようかな。こうしようかな。と、ですね。昨日1月11日は鏡開きでしたけれども、皆さん、お餅食べましたでしょうか？まあ、私、餅とか鏡開きとか、そんなイベント何年してなかっただろうかというぐらいの状態ではありますけれども、まあ、お正月も、まあ、鏡開きが済めば、まあ、お正月気分も終わってっていう感じですけどね。もう1月、去年12月で年末でとかやんとかやってたら、もうね、お正月も明けて、もう、あっという間にもうね、普通の、なんか、今年の毎日の日々が始まってしまってるというような状態ですけどね。はい。で、ですね。で、ちなみにですね、本日1月12日なんですけど、今日は何の日かということで、今日はですね、実はスキーの日ということで、明治44年の1月12日ですね、オーストリア、ハンガリー帝国の軍人の、まあ、レルヒ少佐が、上越市でですね、スキー指導をしたのが1月12日ということで、まあ、以来、スキーの日ということになっているそうです。はい。まあ、にゃんこのね、座り込みは毎日更新しておりますので、ということで。でね、まあ、沖縄の現場ではですね、猫に負けずにするまり込むワンっていうことで、大佐の愛犬が、というか、まあ、秘書さんが、まあ、頑張ってらっしゃるということで、猫も負けずに座り込むということで、実は今、PC の前に、目の前に座り込んでるんですけどね、ほら、画面が見えないんだよね。はい。まあいいや。ということで、はい。では、まあ、冗談、前置きはこのくらいにいたしまして、本日のお題なんですけども、ですね、本日のお題は何かと言いますと、まあ、沖縄の県費を浪費して反日に勤しむ県知事ということで、行かせていただきたいと思いますけどね。まずね、なんかね、今日こんなニュースが入ってたそうです。沖縄タイムスですけども、緊張緩和、県が旗振り、東アジア政府を補完ということで、まあなんか4月に、地域外交室を設置ということなんですけどね。まあ地域外交の資料やノウハウとか平和外交の推進で緊張が高まる東アジアの緊張緩和とかなんか、とか言うんですけどね。日本政府の平和外交の姿勢が見えづらい中で、県幹部は平和の緩衝地帯として沖縄の力を発揮させたい。前も言ったけど、平和の緩衝地帯って言うけど、それ要は、なんていうのかな、沖縄を、それこそ沖縄を不正しにしてるんじゃないのという話ですけどね。で、しかも東アジアの平和外交とか言うけど、多分、少なくとも東南アジアの方からすると、お呼びじゃないって言われそうな気がするんですけどね。まあ、多分東南アジアの諸国からすると、まあ、もう、某一国のね、覇権主義の方がむしろ脅威になってると思いますから、多分、東南アジアの方としても、日本がしっかりしろっていう風な、感じではあるんじゃないかと思いますけど、どことなくなんかずれとるなという気がしますけどね。まあ、ちなみにこのなんか外交室を設置するのはいいですけど、このなんか何のためにやってんのかわかんないような、なんか役に立つとも思えないような部屋を、室を作るのに予算を振り分けてるっていうのはどうなんでしょうかねと私なんかは思うわけなんですけどね。はい。で、続きましてこちら。
件、15年の国連文書どこにということで、一体全体何かと思ったらですね、2015年に、国連人権権理事会で、なんか当時の、こう、なんか、知事が、なんか、名護市辺野古の新基地措置を訴えた際の、関連文書の、が、なんか、行方不明になってるということらしいんですけどね。なんか、覚えてらっしゃる方いると思いますけどね。小長知事とかが、なんか、国連人権理事会か何かで、なんか、なんか、何しに行ったんだっていうような、のことを国連の、なんか、明らかに場違いな、ことを訴えに行った話がありますけど、どうもなんかその時の演説のとかの、関連文書が行方不明になっているということで、なので、まあ、今度玉城デニー知事がまた、国連演説しに行くらしいんですけども、そのための準備に支障が出ているということで。まあ、なんかなぁ。あまりにもお粗末というかですね、県の予算無駄遣いしてるなというか、何してんだかと思いますけどね。まあ、それこそ、まあ、最近の、昨今なんか、東京のね、東京というか関東の方で話題になっていらっしゃる、まあ、コラボとか NPO 法人の浪費について、まあ、いろいろ言われておりますけども、まあ、はっきり言うと、こういう、予算の、なんか、明らかな予算の浪費について、いかがなものかと思いますけどね。はい。で、ですね。まあ、そんな、まあ、はっきり言うと、ちょっと、県の行政官としてはいかがなものかという県知事は放っておいてですね。ただ、那覇市の方の、にちょっと目を移しますと、うん、那覇市の方ではですね、まあ、市長というか、市長さんが変わるとここまで変わるのかなということなんですが、那覇市の方で、弾道ミサイル飛来を想定して、21日に住民避難訓練を、実施するということで、沖縄県内、与那国町に続き2例目ということらしいんですけども、まあ、ですね、こちら、トン。まあ、沖縄の新都心でミサイル避難訓練を行いますということらしいですね。那覇市に8000手対象ということで。まあ、はっきり言うと、あれだけね、北朝鮮からミサイルが飛んできてるわけなんですけれども、まあ、そんな状態で、まあね、平和外交とか平和の、なんか干渉地帯とか言ってるような場合ですかって思うんですけどね。うん、まあ、そんな中で一方で、きちんとね、現実が分かってる、自治体の長になると、こういうふうに、まあ、現実的な対応をどんどん進めていくということで、まあ、この差はね、もう明らかに、まあ、現実を見ない自治体の長と、まあ、現実的な自治体の長との差だなとは思いますけどね。で、そんな中、まあ、能天気な人たちはですね、まあ、こんな話をなんかやってるみたいなんですけど、戦争は止められるとか言ってね、平和の尊さについて考える県主催のシンポジウムが11日、東京都渋谷区で開かれたとか、戦争の足音が聞こえる今だから知ってほしいことと題して、戦争は人災、だから止めることができると信じたいと述べ、とか言うんですけども、まあ、未来は自分たちの行動にかかっていると述べたということなんですが、まあ、いろいろ突っ込みどころはあるんですけどね、そもそもなんか戦争は止められるっていうことらしいんですけども、まあ、こう言っちゃなんなんですけどね、実は、戦後、第二次世界大戦を最後に、実は戦争は世界からなくなってますって言ったら、この人たちは理解できるかなと思うんですけどね。実は、戦争っていうものは、定義の上での戦争が戦後一切なくなっているというべきなんですけども、そもそも国連憲章で戦争は禁止にされているわけなんですよね。で、戦争とは何ぞやということになるんですけども、宣戦布告で始まって平和条約の締結によって終わるのが戦争なんですよね。でも実は、国連で、まあ、戦争を禁止したおかげで、実は戦後何が起こったかというと、まあ、紛争と事変しか、が残ることになったわけなんですが、紛争と事変だらけの、
まあ、状態になると何が問題かっていうと、要は宣戦布告がないまま戦端が開かれるっていうことは、いつどこで戦争が始まるかわからないという状態になってるということなんですよね。まあ戦闘が始まるというべきなんですかね。まあそういうことなんで、なんかすごくずれた考えだなとは思いますけどね。まあ平和だ、平和だとか言っておけば戦争がなくなるっていうのは、まあこんな楽なことはないだろうとは思いますけど、はい。で、まあ一方でね、まあこんなね、まあ相変わらずだなとは思うんですけど、BS 番組でもしも、日本がミサイルで、攻撃されたらどうするかとの質問、そういう事態を起こさないことこそ政治の責任とお答えしたって、いや答えになってねえよって思うんですけどね。もうまあそもそもなんですけど、もし日本がミサイルで攻撃されたらどうするかって、いやいやもうすでに飛んできてるやないかいってことなんですけど、でもうそういう事態を起こさないことこそ政治の責任って言うなら、まあ、あの北朝鮮に真っ先に行ってやめてもらいたいって言ってきたらって思うんですけど、そういうできるものならって思いますけどね。戦争の準備をすれば戦争の確率は高まるって言うけど、いやもうあのすでに始まってますけどっていう話なんですけど、まあ相変わらずなんかこの人たちの考えっていうのは、なんかあの多分なんだろうな、現実を見てないんだろうなというか、まあ、あの、多分分かってて言ってるんだとは思いますけどね。あの、知らずにこういうこと言ってるとしたら、すごいバカだとは思いますけど、多分この人たちは分かっててこういうこと言って、まあ、日本でやることの足を引っ張ってるだけなんだろうなと思うから、まあ、余計に悪どいかなと、私なんかは思うわけですよ。で、まあ、そんな中ね、沖縄でこういう話がありました。トン。今日のね、琉球新報のニュースになりますかね。沖縄県管理の、下地島空港を、国管理にしたらということで、まあ、自民党の、佐藤氏ですね、佐藤議員が、尖閣に近く活用の幅が増えるということで、なんか、一応今、宮古の方に、自民党の、まあ、国会議員さんたちが視察に訪れてるんだそうですね。まあなんか、新聞記者の記事なのになんかそのツイッターの記事のスクショを載せるあたり何なんだろうかとは思うんですけども、まあ記事の方は、なんか自身のツイッターで同空港について県管理でなく国管理にしたらなどと主張したということで、あとはなんかなんか有料記事なので記事の中身までは見えないんですけども、ちょっと気になるところはですね、まあ国管理っていうことに対してなんか発狂してらっしゃるようなんですが、まあ、下地島空港といえば、やら覚書ということで、なんか軍事利用はしたらあかん、みたいな感じで、まあ、言ってるわけなんですが、まあ、そういうことじゃなくて、佐藤議員のツイートをよく読んでみるとわかりますけども、滑走路長が3000メートルの、まあ、下地島空港ですよね。ただ、かなり老朽化が進んでいるということで、見てみると滑走路や誘導路もひび割れ、小石も、誘導灯や建物も塩害と老朽化、滑走路脇のフェンスも老朽脆弱で、テルや防犯上も問題ありそう。尖閣に近い空港、県管理でなく国管理にしたら国民保護や観光を含め活用の幅が増えて、維持設備も容易になるのではないかという話なんですよね。要はなんか、やら覚書で、利用させない、利用させない、反対ばっかりはするのはいいんですけども、肝心の空港の管理がおろそかになってるっていうのが明らかなんじゃないかということなんですよね。だから、まあ、沖縄県は、はっきり言うと、玉城デニー知事がなんか、国連で演説しに行くとか、こういう、なんか、地域外交室設置とかいうことに、いらぬ県の予算をなんか、浪費してる暇があるんだったら、じゃあ、そんなにその、下地島空港を軍事利用させないにか、民間利用するのみにする、限定すべきだっていうなら、こういう、設備が老朽化状態を放置してるのはいかがなものかと私なんかは思うわけですけどね。まあ、はっきり言うと、沖縄県として行政能力が欠落してるっていうことなんじゃないですかっていうことですね。で、まあ、杉田水脈先生のツイッターにもちょっと載ってますけども、自民党の、国防、議連、議員連盟ですね、宮古島視察の1日目は下地島空港、長山港の海上保安庁、陸上自衛隊の、
これはホラというのかな。訓練所と宮古駐屯地、反対派の洗礼も受けました。詳細はブログでということなんですけど、まあブログにちょっと、いろいろの、なんか、もう載ってますので、見ていただければと思うんですけど、視察に行ったら反対派が現れるってどういうことやと思うんですけど、まあ、もう杉田先生、一応ちょっと自民党で、なんか、ね、役職失いましたけども、まあ、精力的に活躍されてるなとは思うんですけどね。まあ、我々有権者としては、こういう国会議員の方が議席を失わないように、次の選挙でもちゃんと投票することが大事なのかな、とは思うんですけども。で、まあ、まあ、後でまた時間あるときに杉田先生のブログ見に行っていただければ写真がいろいろ載ってますけどね。後ろはこれあれかな、海上保安庁の船になると思うんですけどね。なんかいろいろいっぱい記念撮影されてきたようですね。はい。これは海上保安庁の、まあ、司法ですかね。なんの大砲のようですけど。はい。とか、まあ、海上保安庁の船ですね。尖閣にも宮古は近いですから、まあ、いわゆる国防の前線地になると思いますけど、はい。で、次は自衛隊の、陸上自衛隊の駐屯地の写真になりますかね。で、まあ、いろいろ写真が載ってたんですけど、ちょっと気になったのはこちらですね。多分これ、下地島空港の写真だと思うんですけども、やっぱりよく見てみると、結構アスファルトひび割れがひどくなってたりしますし、こちらですね。この写真見たらわかりますけど、これ、空港のライトの照明灯ですよね。まあやっぱり、沖縄って海に囲まれててすぐ目の前海ですからね、潮風がやっぱり吹いてくることを考えると、結構錆びてるというかですね、塩害による被害が結構、設備が老朽化してるんだなっていうのが感じられますよね。まあそういうことを考えると、下地島空港を国管理に移管して、きちんと管理させた方がいいんじゃないかと思いますけども、まあ実際、こういう状態では何のための空港かわからない状態ですしね。まあね、無駄に遊ばせておく必要はないんじゃないかと思いますけど。まあそういうわけで、まあ玉城デニーさん、ね、沖縄は憲兵を浪費できるほど裕福なんですかねと、私なんかは疑問なんですけどね。はい。で、ね、まあ、今回ね、去年の年末から、まあ、たまたまね、NPO 法人というか、一般社団法人ですね、あれはね、コラボの問題とかが、取り沙汰されて、かなりその、税金のね、使い道が、かなりなんか、むちゃくちゃな状態になってることがバレつつあるわけですよね。はっきり言うと、まあ、まあ予算、まあ役所っていうのは、与えられた予算を使い切るのがお仕事みたいなもんですからね。だから結局、まあ、何でもいいから移管する事業があれば、そこに予算を回して、使い切ってしまうことがお仕事になってしまっていることを考えたら、結局、そんな浪費のために増税するっていうのを、果たして国民が納得するかって思うんですけどね。まあ、その間、今日も、ちょっと、ニュースになってましたけど、菅前首相が増税はありえないっていうようなことを言ってたらなんか、ちょっと叩かれてましたけどね。まあ、それを考えると、やっぱね、こういう状態で増税ありきで、岸田首相をなんか選挙に臨むつもりでおられるようですけど、まあ、増税派の議員は落とさないかんねえって思う今日この頃でございます。はい。で、そんな中、沖縄県の、在住の皆様にお知らせがございますということで、こちら、トン。トン。那覇市の、これは、明日不発弾処理が行われますということですね。13日午後2時から3時、これマジというのかな？公園整備工事で見つかった米国製の5インチ、艦砲弾一発、照明弾の不発弾処理が行われますということで、
まあ、近くの、お近くの皆様は、避難や交通規制などはないということですけども、お気をつけてということで、あとは自衛隊の皆様、いつもお疲れ様でございます。事故のないように、よろしくお願いいたしますということで、はい。では、最後にですね、今日の放送はね、YouTube チャンネルボギーの方でね、また明日、プレミア公開がありますので、またご視聴、チャンネル登録と、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。で、本日土曜、木曜日ということで、この後、22時からですね、第2部、ツイキャスの第2部、ワンルームイの、動画放送を行いますので、また、チャンネルはそのままでということで、今日のね、キャスね、私、中佐が、言いたい放題させていただきましたが、明日はまた大佐がね、キャスされると思いますので、また明日も21時から、ツイキャスボギー大佐の言いたい放題、よろしくお願いいたします。それではですね、最後に、ちょっとごめんね、にゃんちゃん、どいてね。よいしょ。よいしょ。ごめんね。どいてくれないとね、作業ができないんだね。では、そういうことで、今日は放送ありがとうございました。この後第2部があります。それでは失礼します。